あなんだいたずらしに来たのか、はあアイテムの交換か。<laughs> すまない。やっぱハロウィンはいろいろと落ち着かないな。おお、お前も馬道の学園に招待されてたのかえその格好はなんだっていや、その、絶対似合うって。 勧められたもんだからああ少しずつだが前に進んでるよお前たちが友達が教えてくれたことは今でも俺の心の支えになってるんだえ <laughs> あお前な 急に尻尾なんて触るから変な声が出ただろああ恥ずかしい死にたいんななんだよいきなりフードを引っ張るなくすぐるな俺、そういうの本当に弱わな。きあさくのあたりには割とよく来るんだここの近くに遊園地があるからなあそこのヒーローショーは 結構見ものだぞハロウィンのいたずらはまあある程度は多めに見ることになってるんだそうでもしないとクリスマスに俺たちが大忙しになるからな何があったか知らないが元気出せなその涙はお前に似合わないと思うし なんだよ笑うなこれでも必死で、うん、あいつの自信かぶりは正直見習いたいとこだいやあれは行き過ぎてるっちゃ行き過ぎてるが俺が自信なさすぎるからか少し眩しく見えるヒーローショーに欠かせないのは応援の声だ クリスマスの時の試合なんかもそうだったがヒーローってのは応援されると一層輝けるのさな,なんだこの気配悪い子じゃないよな味方によって正義と悪は入れ替わるとは言うがいや性格は確かに熱血レッドなんだがうん 俺を見てビッグつかなかったやつはあいつが初めてなんだ本当にいい後輩さ部屋の鍵の閉め忘れとか少しなんとかしてほしいが何か悩んでいるのか俺でいいなら相談に乗るぞそのお前は笑顔なのが一番かわいい し、ああ何言ってるんだ俺特撮ヒーローものってさ、案外奥が深いんだ。子供を喜ばす仕掛けがいっぱい詰まってて、俺も一度くらい作れないかな。子供の笑顔。お前の友達さ、ほら、あの太っちょの。 少しおせっかいがすぎるけどいいやつだな。夜がよく話題に出すの分かる気がするや。やれやれ、とんでもないハロウィンだったな。でもそのお前とまた一緒に戦えたことは、俺は少しいや、とてもうれしかったぞ。